NF タイプと NT タイプの相性としたんですけども、はい、アイデアリストのペアリングです。アイデアリストというのは NF タイプ、理想主義者ですね。恋愛においてまで真の心のつながりとは、はい、みたいなのを、はい、持ってきて他の3タイプをポカンとさせる人です。はい、はい、こいつ何言ってんだ、はいはい、って言われても、いやいやあるんだよ、はい、って僕も思ってたり はい、しているところがあります。はい、はい、そんな人たちとのペアリング、確かに理想主義者にとって温かく愛情深い関係を築くことは第二の性質であり、彼らはあらゆるタイプの人々と結婚生活で対人関係の魔法をかけることができますと。しかしこの NF タイプが作った楽園にも問題が起こりますと。というところで、理想主義者 NF と芸術家アーティザンですね、 SP の関係、 NF 理想主義者は SP 芸術家職人の自由と現実世界での自発性を心から楽しみ、自分たちの往々にして引き裂かれ両親に苛まれがちな人生体験とは異なる、この瞬間を生き生きと美しく生きる SP タイプの容易さ、はい、容易に生きているように見えるんでしょうね、うん、そこに称賛を送ると、すごいと。またこの SP そのパートナーの官能性と性的大胆さにも魅了され、この理想主義者のロマンチックな想像力をかきたてることがありますと。しかしこれらの NFSP の夫婦関係には重大な不満の種が潜んでいます。それはごめんなさい、それは SP 芸術家が内面生活についてこの内面について話すことに関心がないという点ですと。理想主義者が真の自己、超越的瞑想、はい、または深い意識、深層心理について語ると、 SP のパートナーはその抽象的なトピックをよく理解できず、この人が行っている、 NF が行っている熱心な洞察をこちらから提供することができませんと、はい、こういうことをやった、はいはい、なんか提供してよって、はいはい、ん何を言ってるのみたいな、はいはい、そして悲しいことにこの種からピグマリオン計画が生まれ、この理想主義者のパートナーは芸術家のパートナーに内なる気づきを高めるために全勢力を尽くそうとすることがありますと、はい、出してよって感じですよね。で、はい、こうやってると出せるよっていうのをやろうとする、はい、ピグマリオンをやるが関心がない、はいはい、何を言ってるのって、はい、いうのがありますと、はい、では次、理想主義者とガーディアン、アイデアリストとガーディアン、 NF と SJ ですね。この NF が SJ 守護者のパートナーと共にいるとき、理想主義者は家庭における心地よく安心感のある安定性と信頼性を感じられ、その特性によりやや散漫傾向にある NF タイプは足元に確かな大地を感じることができますと。 SJ タイプは正しい間違ってるの確固とした道徳的な中心があって、この道徳的な問題に関して常に2つの返事を言う理想主義者はそれを深く尊重しますと。理想主義者と守護者の両者は共に社会協調性があるので、日常生活を規定する規則や法律を遵守するか少なくとも尊重するという点で多くの対立が解消されますと。しかしここでも守護者は NF が言う豊かな内面生活を共有することが難しく、 NF パートナーの魂の絆とかロマンチックな求愛を満たすことができないと。守護者は上旬に NF が言うこの理想みたいな想像の秘書を聞いてくれるかもしれないし、それを NF の人を喜ばせるためになんか豊かにならなきゃとか情熱的になろうみたいな努力をするかもしれませんが、それは早晩 SJ タイプは自分が十分評価されていない、
NF を満足させることができていないって感じ始め、 NF タイプのピグマリオン計画に抵抗を開始しますと。その結果正面衝突になる可能性がありますと。で、理想主義者と理想主義者、これお互い NF の場合はあまり問題を抱えることがないと。理想主義者同士はしばしば非常によく噛み合います。2人の NF タイプはお互いの内面世界を共有し、お互いの人格成長を探求することに深い満足感を見出すことができますと。ただし2人が道徳的観念を同じように持ちすぎたり、同じ精神的目線を長期間追求しすぎると、あまりにも狭く巡礼の旅に専念しすぎて道中で疲れ果ててしまう可能性がありますと。だってそんなのないんだもん。はいはい、はい、でこの人たちは、はい、あの理想になってしまうと、はい、アイデンティティが崩壊してしまうので、理想を持ってそこの理想についた瞬間にもう次の理想があるので、はい、それはもう永遠の旅なんですよ、はい、それは疲れますよねっていう話。さらに2人の共感性の高い N タイプが一時的に非常に親密な絆を結んでしまうと、相互の内面化が2人のプライバシーを侵し、常にお互いの皮膚の下に入り込んでしまうことでお互いの神経を逆なでしまう可能性もありますと。わかる気がします、はい、ではこの NF にとって理想的なパートナーを最も成功に収める可能性が高いのがアイデアリストとレーショナル、合理主義者ですと。この両者の相性の良さは、 NF、NT ともに抽象的概念の世界、すなわち理論と可能性、洞察とシンボルの世界を生きている点にあります。地に足のついた現実主義的な、芸術家 SP、または SJ、 守護者とデートをした後、理想主義者が初めて理性的な人々と出会うことは啓示となり、まあ言葉がわかる NT のことですね、啓示となり、 NF タイプを新しく魅力的なタイプの人々との接点に導きます。この理想主義者と同様に、心の中で世界を夢見、空想の城を建て、精神の目で遠くを見渡すことに熱心で有能です。さらに魅力的なのは、理性的な人々は加えて、まあ冷静さと自律性がある。これらの2つの特性により、 NT タイプは人格の強さ、すなわち自分が誰であるかっていうのをしっかり把握している強さを持っているため、この NF の乱れがちな簡単に乱れる、はい、これがこの魂を追求する理想主義者にとっては、うん、その強さが称賛される、はいはい、なんかこの理想とかっていうのも共有できて、うん、あの確固とした自分もある、はい、はぁー、はい、ってなるんでしょうね、うん、このはぁーってなるでちょっと伝わってほしいんですけど、はい、で NF タイプ自身もそれを手本にしたいと願う、うんうんうん、まあここまでが、はい、いいところ、うん、まあはい、理想的なパートナーって見られる、はい、確かにこの理想主義者と理性主義者の関係が、まあ、常に調和的であるとは限りませんと。 NF の感情の表出と NT の自己のコントロール、 NF の直感と NT の論理、そして NF 型の倫理的人道的な懸念と NT 型の技術的実用主義の対立は、この最良の理想主義者と理性主義者の結婚にさえ難題を もたらす可能性がありますと。実際 NF 型はしばしば NT の感情の表出への抵抗、一見無関心な合理主義、そして正しいことよりも機能することを好む傾向を壊さねばならない、はい、だってそれは本当の自分じゃないんだからっていうことなんでしょうね、うん、っていう難題をもたらす可能性があります、はい、実際 NF 型はしばしばこのそういった障壁を少なくともピグマリオンののみで
削っていかねばならない課題と考える、はいはい、あこの人はいつも感情を押し殺して、うん、それは自分を殺してるっていうことだ、うん、よくない、うん、自分を殺す必要はない、うん、出していいんだよ、うん、はい、言いたいこと言えばいいじゃない、うん、もっと自分を出そうよそれで楽しいのみたいな話ですよね合理的に動いてるみたいな、で今でもちょっと思ってると思ってます、はい、これをピグマリオンの波で壊さなければ、はい、って思っている。しかしそこは火花が散るかもしれません、はい、あるいは火花が散るゆえに理想主義者は他のどの気質タイプよりも理性主義者に惹かれる、はい、掘りがいがある、はい、削りがいがある、はい、S のやつらは相手にしてくれなかったか、あれですよ、はい、SJ は合わせてっちゃう、はい、そうですね、はい、合わせていってもう限界まで来るとバーンと弾けるみたいな感じだったじゃないですか、はい、もうこの人ね、あ確かに、はい、NT はどこまで行ってもちゃんと帰ってくる、はい、自分の芯がありますからねどんどん帰ってくる、はい、そこは削りがいがありますよね、はい、でも向こうも削っていきますからねじゃあ向こうはね心を削ってくるんですよ、はい、卑怯ですよ、それは卑怯だ心が心じゃないですもんね、大切なのかな向こうはなんかね、はい、分厚いんですよね、なんかね、はい、頑丈なんですよ、はい、だから削りがいがある、こうそれ論理的じゃないからねって話ですもんね、論理を超えるブラックボックスがあって、はいはい、